ホジキンが、オックスフォード大学で作成したペニシリンの構造モデルホジキンが作成したペニシリンの分子、モデルドロシー・クローフットホジキンは、エジプト王国回路生まれ、イギリス国籍の生科学者、科学者、結晶学者。X 線解説法による生体物質の分子構造の決定により、1964年にノーベル科学賞を受賞した。旧制は、 ドロシー・メアリクローフットである。夫は、歴史学者のトマス・リオネル・ホジキンで、1937年に、結婚して3人の子を設けた。イギリスの科学者、マックス・スペルーツはホジキンを、彼女は偉大な科学者で、成人だと述べている。ドロシー・メアリクローフットは、1910年5月12日、父の赴任先であったエジプト王国の回路に、 監督官の父ジョン・ウィンター・クローフットと考古学者で、あった母グレース・クローフットの元に生まれ、10歳の頃に、科学の処方を学び、結晶や科学に興味を持った。16歳の誕生日に、母から、イギリスの物理学者であるヘンリー・ブラッグの著書、ものの本性についてを与えられ、結晶学に興味を抱くようになる。18歳の頃には、パレスチナに赴き、 発掘作業に参加するなど、考古学にも関心を示した。1928年に、イギリスのオックスフォード大学サマービルカレッジに入学。科学を専攻する一方、結晶学のコースも専攻していた。1932年に、オックスフォード大学を卒業し、ケンブリッジ大学ニューナムカレッジに、博士課程修得のため、 有機化合物の X 線結晶構造解析のパイオニアであり、科学視野でもあったジョン・デスモンド・バナールの下で研究をした。なお、この頃よりホジキンは慢性関節リウマチを患うようになっていた。1934年には、オックスフォード大学の講師、研究員として、同大学に戻り、教弁を取った。なお1940年代、 ホジキンが受け持った生徒の中に後に、イギリスの首相となるマーガレット・サッチャーがいた。1935年に1930年代の、分子生物学における、X 線結晶構造解析の第一人者であった、ジョン・デスモンド・バナールと共に、ペプシンの結晶で解説パターンを見出した。1937年、歴史学者のトマス・リオネル・ホジキンと結婚。 あとに3人の子を設けた。1941年頃から1949年頃にかけて、当時開発されて間もないコンピュータを用いて、X 線の実験データを解析し、ペニシリンを構造を決定した。また1948年頃から1956年にかけては、ビタミン b 1 2を構造を決定した。 1969年にはインスリンを構造決定した。1970年、ブリストル大学名誉総長に任命される。1988年まで同職にあった。1994年7月29日、イギリスウォリックシャーのイルミントンで死去。84歳。1965年には女性として二人目のメリット勲章を。 エリザベス2世から叙勲された。また、王立協会より1970年には、ベーカリアンガメダル、1976年には、コプリメダル、1982年にはロシア、科学アカデミーより、ロモノーソフ金メダルが授与された。ありがとうございます。